皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。さてさて、どれでしょうか。もうね、この虹、今ね、仮日にね、来たんですけど、着いた瞬間さ、この虹、もうちょっと消えかけちゃったけど、虹がね、お出迎えしてくれて、興奮してました、一人で。はい、というわけで、今日は2024年11月3日、日曜日。今ね、夕方の5時47分、気温は25度、クラウディーとなっております。クラウディーかな？こっちは青空で、今ね、もうすぐサンセットがね、沈もうとしているところです。というわけで、今日は今ね、仮日からスタートしたいと思います。それでは行ってみましょう。でね、アラモアのセンターにやってまいりました。そう、さっきね、仮日でね、全然撮る気なかったんですけどね、そう、綺麗な虹が出たのでね、思わず回してしまったんですけど、もうすぐね、アラモアナに戻る予定だったからねと思ったけど、そう、撮っちゃいました。でね、今ね、カルちゃんはちょっとだけ、今日は日曜日なんですけど、夜のね、夜ね、お友達と練習するって言って、今アラモアナね、近くでねやってるので、私はアラモアナセンターのマーシャルズに来ました。なんか発掘したいなと思ってね、来たんですけど、ちょっとまだ人が多いな。なんかありますかね。そう、前回ね、久しぶりにマーシャルズからお届けしたらさ、結構意外とね、反響がね、良くてね、久しぶり、いつもロスばっかりだからね、久しぶりだったからでしょうか。あ、そういえば、おめでとうございます。いくらするんだろう、こういうタンブラー。あ、15ドルです。いいですね、ドジャーズ好き、大谷さん好きにはお土産にめっちゃいいかも。15ドル。はい、プーさんの紅茶です。6ドル。これモカポットいくのなんだろう。40ドルか。安いのかな、高いのかな、どうだろう。あ、そしてここちょっと音楽が結構大きくて大丈夫かな。まあ大丈夫かな。そう、これね、昔にね、あのコスコに売ってて、美味しいってね、友達が言ったのを思い出しました。これ8ドル。日本にも売ってるのかな。日本に売ってないなら、これもお土産にいいかもしれない。ホットココア、ちょっとすごい限定品、バンクオブアメリカシカゴマラソン2023年のシャツがですね、12ドル。でもね、 XS でね、私にはとっても無理ですけど、マラソンね、ホノルルマラソンとか出られる方欲しそう。いいな。さあ、今日はですね、今ちょっとブラブラしたんですけど、いいものに出会いません。ロスに行こうかな。昨日もね、ロス行ったんですけど、今日もまたね、アラモアナのロスに行こうかな。なんでかな。お、と思ったらですね、ちょっとノースフェイスのヌプシー、ちょっとこれ、あれ見つけましたよ。これはなかなかじゃない？初めて見た。しかもなんかすっごい、はじめミッキーかと思いました。いくらなんだろう。いくら？あ、30ドルだって。ありですね。
ルームシューズになるのかな。あ、でも外でも履けるのかしら。え、これ良くないですかね。私が日本に住んでたら欲しいな。日本かニューヨークか韓国か、まあ、四季があるね、冬があるところに住んでたら欲しいかも。え、ちょっといいね。30ドル、元は55ドルです。日本で買うと結構高そう。8000円ぐらいするのかな。え、まさかこんなね、ノーマークでした。マーシャルズの靴って全然見たことなかったかも。わ、びっくりした。ちょっともうちょっと見てみます。やっぱり何もないって言ってね、今ロスに移動しようとしたんですけど、意外と、あ、ここもあるやん。セブンもある。しかもこれ、あ、ノースフェイスの箱だ。セブンまで25だって。あ、メインズのセブンだから25センチですって。なんかちっちゃく見える。マイサイズかな。ちょっとどうしよう。お土産にいいかもしれない。今ふっと思いつきました。これ嬉しいですよね。しかも箱ありっていうのがさ、すごくいい。わわわわわ、今ねこのちょっとセールコーナー見に来たんですけど、待って、これスタンスミスなんです。スタンスミスがさ、なんとさ20ドルです。めっちゃ安い。でもちょっとサイズが12ハーフってすっごいでかい。でもめっちゃ安いこれ。そしてここにもね14でめちゃくちゃでかいけど、ノースフェイスのサンダルがいくらになってるんだろう。え、信じられない、13ドルだって。見えますか。え、この靴大きい人、足大きい人めっちゃいい。13ドル、新品のノースフェイスのサンダルが13ドル、めっちゃいい。信じられない。ちょっとここすごい。これは何だろう。あ、バンズだ。これはバンズですね。18ドル。あれ、意外とここのコーナー、あ、このニューバランスは27ドル。え、ここめっちゃいいじゃん。このバンズがですね、いくらと思います。16ドルだって。めっちゃ安い。でもこれはすごいサイズがちっちゃい、ちょっとキッズかな。知らなかった。やっぱちょっとまじまじと見るべきですね。まじまじともう一回見てみよう。いやー、ちょっとマーシャルズのね、ちょっとしたシューズたちにはねびっくりしました。さあ、というわけでちょっとロスに行こうと思ったんですけど、そうここがね閉店しちゃったんですよね、このハンバーガー屋さんで。跡地何ができるんだろうと思ってね、今ここを見に来ました。まださすがに何の情報もないかな。わ、すっかり夜。あ、何の情報もなさそうですね。2回行ったかな。何の情報もない。じゃあちょっとロスに行きましょうか。ロングスでもいいんですけどね、どっちがいいかな。でもお宝発見の方が楽しいかな、私はね。ロスに行きましょう。もう一回下に戻ります。やば、九州の丸ボールがある。これめっちゃ美味しいよ。それ沖縄のなんかピーナッツだよ。これがいい、私丸ボール。いくらと思う。3ドルだって。いい、うん、母ちゃんこっち好きじゃない、ピーナッツ、醤油ピーナッツ。これ2個、1個でいいね。あ、これもあるよ。何これ、これ買おうか。マイケーキだって、なんか分からんけど。そう、
あのロスに行くって言ってたんですけど、カレちゃんが意外ね、意外と早く終わったから今合流して先にニジヤに来てます。なんかある？これは？これ？これはいらない、ビネガー、これ。あ、そうめんめっちゃあるね、美味しいかな。まあでも一応買おうか、 あるだしグッとね。お茶。これはとんかつだろ。あ、こっちの方がいいな、皿うどん。うん、うん、この豚骨どう思う？ちょっと分からんね、私には。え、ほんと？そうめんのつゆもある、 5.29 ドル。でもつゆあるね。うん、見て、めっちゃ神社大きくない？8ドル。めっちゃ高いやん。ちょっと高いね。あ、シソが安い。大葉が安い。2ドル。いらないけどね。ちょっとシソチーズとかしようか、ささみのね、今度。大根あるじゃん。大根でも LB だよ。ハワイ大根だって。なんか今日少ないね。もうすぐ閉店かな。閉まるのかな。こんにゃく、あ、あるじゃん、これやん。42ドルもする、高っ。からハワイ限定の40、やばいね。ハイズいくらだった？本当にやばいね。ハイズいくらだった？40ドル、同じぐらい。なんで虹やもね、すごいね、びっくりしたね。これは買えんね。詐欺じゃないけどさ、高いね。あ、とろろだって。とろろ、とろろわかる？とろろ好き？ちょっと安いよ、3ドルだよ。とろろわかる？これ取ってください。安いね、 1.49。なんかすごくない？今日もめっちゃもうパンパンになっとうやんね。一回車に置きに行かないかんね。そしてロスに行こうね。さ、さてさて、最後はねロスで今日は終わりたいと思います。久しぶりやね、アラモアナセンターの。あ、昨日も来たか、一瞬だけね。ホカ色が可愛い、見て、ホカ。アディダスすごいね、めちゃ真っ黄色、50ドルです。あれ、今日はドクターマーチンないね。そう、さっきね、マーシャルズ行ったじゃん、うん、そしたらね、ノースフェイスのね、なんかルームシューズみたいなのとね、あとサンダルがね、13ドルとかだったよ。でもめっちゃビッグ、13とかだった。うおー13とかだった。そう、今ね、ロッテのね、ゴルフのプロが合ってるでしょ。言ってたよ、友達がいつもボランティアするね、あのニューヨークの友達、多分あのなんだっけ、あの高い一番ラグジュアリーのゴルフコースなんだっけ、ワイアライ。あ、そう、ワイアライで、多分ロッテの、あ、ロッテゴルフ、そう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 、レディース大会が、だからいつも私の友達、ニューヨークのボランティアで来るよ、ハワイに。だから今来てる。お、あるじゃん、あるじゃん、あるじゃん。49.99、50ドル。でも全然ないね、このアラモアナ店は。売れちゃったかな。
え、本当にないね。あんなにいっぱいあったのにね。ねえ、びっくりした。あ、間違った。今日は何か掘り出し物があるでしょうか。何これ、めっちゃ軽いアンダーマンでもこれサッカーでしょ。いくらかな。じゃ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 ーん。うん、まあまあする。$30。$30。うん、29.99。なんかあるよ。でも細いね、これ。ちょっと細いよね、5ドルだけど。でもこれといって何やったの。あ、サイズの話？な、値段の話かと思った。マイサイズだよね。うん、11に見えるね。うわ、めっちゃちっちゃい。やっぱり。え、ちっちゃいの？13なのに、うん、なんでかいのね。あ、あそこ見て見て。1個だけ上にあるドクターマーチン。うん。これマイサイズだよ。Your size？ 本当？じゃあ11だね、うん、13嘘じゃんね、うん、やっぱちゃんと大好きなの欲しいと、やっぱちゃんとね、試着せないかんね。分からんよね、うん、そのものによってサイズが変わるけんね、うん、ちょっと考え。え何のために、何のために買うんですか、うん、何のために買うんですか。誰がサッカーするとよ。いつサッカーしたよ。ねえ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 、はい、オッケー。でここないよ。多分これレディーサッカー。レディーサッカー、本当？レディーサッカー、あ、レディーの13じゃない？本当？うん。だから11だね。うん、そうだね。見て見て、ほら、ドクターマーチンある。ここに。でもビッグだね。13だ。マイサイズ。あ、ヨアサイズ？本当？ハマ？一緒だね、$70。ピントが合わん。ビッグだね。うん。でもいらんやろ？コメント来とったよ。カルちゃんもドクターマーチンが欲しいんでしょうねって。どう？欲しいと？欲しいんだ。だから常に探しようと。スポンサーしてくださいスポンサーしてください。そう来ましたか。買いましょうじゃなくて、スポンサーしてくださいね。ドクターマーチンさん、お願いします。うん、これは13だった。ちょっと大きい、うん、うん、そっか。え、これなんかすごいね。ナイキ、これナイキじゃないか。スケッチャーか。面白い。あ、それはメインサーティンなの？何が違うちゃろうね。これ何？リンパ。多分キャンディーだよね。キャンディー？なんでここにあるの？なんだ、リップスティックかと思った。あ、リップバームだよ、ほら、やっぱり。うん、めっちゃ面白いね。お土産にいいね。え、これも可愛い、見て。見て見て、クマのリップ、可愛くない？見て見て、可愛い、5ドル。私が欲しい、ちょっと可愛さだけに欲しい。まさにパケ買い。どうしよう、これめっちゃ可愛い。え、パイナップルもある。でもなんかこのクマにすごく惹かれました。韓国っぽい。え、パワーパフのスポンジもある。え、ちょっと楽しいぞ今日。これはなんか期待できる、いいものに出会いそうな予感がしますぞね。ん、うん、何も分かってないのに絶対今うんって言ったやろ。
ててね、ずっと至る所のね店舗でね探しております。あ、本当にどこ行ったかと思ったらやっぱり探しオンシャーね。ノーショア、ノースペース。可愛くない？これ可愛いじゃん。めっちゃ大きい。あ、めっちゃ大きいね。ちょっと冬っぽいけど、本当だ、ノースフェイス。いくらだった？14ドル。え、めっちゃいいね、ビッグだね。 XXL、 それはでっかいな。小さいサイズがあればいいね。あれかわいいし、あ、これもかわいくない？ん？ノースフェイス、これいくら？60ドルが、元値60ドルが17ドル。ノースフェイスだよ。可愛くない？私用に、ちょっとキープしようかな。お、なんかここフードコーナーがすごく充実しているね。めっちゃあるね。でもまあこれいいなっていうのはあれか、あんまりないかな。これキープしていいですか？キープだよ、オンリー。うん、なんかかわいい、ヤンキーキャンドルのミニセット、クリスマスギフトですね。ギフト用の。いくらなんだろう。お、8ドル。うん、かわいい。あ、匂いもめっちゃいい。お土産にちょっといいですね。なんかありそう？ない？あれ、ちょっとここ爆音やね。音楽がちょっと大きいね。大丈夫かな。お、あるじゃん、これ。めっちゃ欲しかったや、一時期ね。70ドル。え、このほかなんか初めて見たじゃない、レッド。え、これ何これ、何これ、アディダスじゃない多分。うん、アディダスに見えるね、このごっつさがね。やっぱこう本土から来た人とかが買うのかな、ドクターマーチンとかね。日本から、あ、韓国の人買いそう。何それ、すごい色、カラーがグッド、私好き、うんうん、パーポー。でも高いな。48ドル。うん、うわ、ね、やっべ、うーわ、ブリンブリン、うん、欲しいと。でも多分ちょっとちっちゃいと思う、うん、ちょっとちっちゃいの。でもいらんやんね、サッカー1000やんね。なんかすると、あ、ノースフェイスのシューズです。いくらこれ、ダメ、ちっちゃい、めっちゃちっちゃいの。これおいくらですか？おいくらか見てください。これ後ろないね。いくらだろう。49ドル本当にない。すごい、ここなんかこんなバックパックコーナー、アラモアナだけな気がする。こんなにドワーって品揃いがあるの。そうそうだ、私ね、アロハコレクションとね、ハワイアンエアのねコラボレーションのバッグが欲しいんですよ。そう、今日もね間に合うかなと思ってね、ちょっと来たんですけどね。そう、間に合わなかったからね、明日行けたらいいな。これ買ったよね、あるよね、持っとるよね。全然目はしてないね、これ。あんま好きじゃないと、このノースフェイス。これもね17ドルで、私これめっちゃ好きだよ、このノースフェイス。
ここにロゴが、あれロゴどこにあった、これか、ちょっと見にくいけどね、見にくい具合がちょうどいい、ね、違うよ、私はロゴが入ってない、違う、うん、ロゴがないよって言ったんじゃん。なんなんなん、ロゴがない方が好き。見てこれ何、なんか違う、うん、かわいい、タンクトップとどれトライするの、あ、私のも入っとうね、うん、もう今日もめっちゃパンパン入っとうやん、トライするの、うん、トライしよう、うん、じゃあ今日のサムネ多分この辺だと思う、ちょっとでもシューズの、おおおおお、最後にね、ちょっとここをね、いつも見たことないこの上の段を見てみたら、ノースペースが結構ある、ヨガパンツなんですけど、ヨガパンがね、元値は75ドルもしちゃう、それがね17ドル、75ドルはめっちゃ高い、あとこのこれもありますね、こっちは15ドル、うん、でもまあアロがね大量にあるので私は大丈夫かな、でもすごくいいと思います、掘り出し物、ちょっとやっぱさすがにこれはいいかな、今日じゃなくてもいいかなということでリターンしよう、5ドル、めっちゃ可愛いけど、はい、というわけでね、あ、私の好きな曲が流ると、ではでは、これ引っかかるかもしれない、では皆さんまた明日、バイバーイ、引っかからないで。